関和久灌が遺跡は、福島県西白河郡泉崎村大技、関和久に所在する、道の区国白河郡の高芸跡と推定される遺跡である。白河関を統括する施設とする説もある。国の史跡に指定されている。本遺跡は、阿武熊川の北岸にあり、川が形成した中石地から貸し段球場にかけて立地し、 東西270メートル、南北約460メートルの長方形をしている。この遺跡で採取された古河原が大正末年に学会に紹介され、世に知られるようになった。その後も有志らによって現地調査や出土遺物の修正が行われ、礎石が確認され、また古河原が多賀城で使われている河原との類似が指摘され、 本遺跡の性格づけについて論議された。1965年以降に実施された発掘調査で白川軍家であることが分かり、1984年7月、国の史跡に指定された。遺跡は長方形であり、その周りを大溝が回っている。また、遺跡の中ほどを東西に川が流れており、遺跡を南北に分けている。南側の一帯から、 多くの倉庫建物が見つかっている。7世紀末か8世紀初めに、創建当時掘った手柱建物であった蔵が全面的に建て替えられ、祖先たちの蔵に建て替えられている。いずれも瓦葺吹きであり、高床式のあぜ蔵作りであったと推定されている。これらの蔵は南北に6軒、東西に3軒が整然と建てられている。 その周辺から焼けもみが大量に出土していることから、税として納められたもみが収納されていたと考えられている。一方、北側一帯からは多くの掘った手柱建物が見つかっている。ここは古代の役人が戸籍作りや税の水筒事務を行った場所であり、この遺跡の中心的施設と考えられている。この一帯では中央部を堀で囲み、 8世紀後半には東西に建物を配置する方式が出来上がり、9世紀にはもっと整備され、南や東の平に門が取り付けられ、内部には2軒の桁行き5軒、両行2軒の掘立柱建物を中心に数軒の建物が配置される。これらの建物群は9世紀の後半に消失し、10世紀前半に再興されるが、同世紀のうちに廃絶してしまう。ありがとうございます。